コンサル長期投資のインデックスについて、ご質問いただいてますね。資産防衛する方法について、ご質問いただいてますけれども、まあ、お金を守る方法、資産防衛したいっていうのは当然の声ですよね。まあ、これをですね、長期投資のインデックス、アクティブではなくてインデックスでできると、そして国内ではなくて、アメリカでの株ってやるってことなんですよね、ポイントは。まあ、全世界株式、とにかく分散をしていくっていうのが、何よりポイントになります。なので、間違ってもですね、仮想通貨とかですね、まあ、国内の株、あとは、まあ、FX 勉強しないで FX に手を出すとかですね、まあ、そういったところっていうのは素人が失敗してしまう、まあ、日本人で投資意識あるっていうのは素晴らしいんですけども、ギャンブル的な投資に思考が行きがちなので、それは避けたいというところですね。で、フィリピン移住されたい方からのご質問で、マルテ周辺で